夜間外出禁止令が解除されてから3日が経ちました。しかし明らかに誰も家から出てこようとはしません。理由は定かではありませんが、一人きりであろうが家族とであろうが、皆家の中に留まりたかった。私たち政府は皆さんが適応するために数日間の猶予を与えましたが、事態の好転が見込めないことが明らかになると、もはや選択の余地はありませんでした。警察や軍隊があなたの家のドアをノックし、家から出るよう命じ始めた。土地で口ひげを生やしかけた少年が君に石を投げつけてきたこと、それはなんとなく覚えてる。君はソーシャルワーカーだったのかな。ソーシャルワーカー。家の外の歩道に立っていると君を外に追い立てた兵士が早く歩き始めろと指示を出してくる。だから君は歩き出す。でもどこに向かっているのかはっきりとはわからないまま、何か手がかりになるものはないかとスマホをスクロールし、昔の待ち合わせの約束、着信履歴、メモに残した住所だとか。通りではみんなが君を追い越していくけれど、中にはひどいパニックに襲われている人もいる。彼らはまたどこへ向かえばいいのか思い出せないままだし、思い出せたとしてもどうやって行けばいいのか道も方法もわからないまま。ATM の近くに汚れた服を着た男が座っていて、その横には V
ブリキのコップが置いてある。こういう状況ではどう振る舞うべきなのか、それはよく覚えている。その男の前を素早く通り過ぎ、もう二日間何も食べていないんですというしわがれた声を聞くと、反対の方に目をやって目線を合わせないようにする。まるでプロみたいに。何も怖がることはない。自転車に乗るのと同じだ。すべて体が勝手に覚えている。そして一人でいる間に柔らかくなった心は、あっという間にまた固く戻っていく。